チョンヘインは韓国の俳優、モデル、ソウル特別市出身、FNC エンターテインメント所属。両親は共に医師で、父は眼科医、母は病理科医である。兄弟は7歳下の弟がいる。祖先には、李氏朝鮮時代の儒学者、貞弱陽がおり、直径6代目の子孫にあたる。2018年、よくおごってくれる綺麗なお姉さんで、 年下男子を演じたのをきっかけにブレークを果たし、国民的年下彼氏と呼ばれるようになる。生命工学を志願し、大学入試を受けた直後にスカウトされ、それがきっかけで進路を変え平沢大学校の演劇演芸家に進学。大学在学中の21歳の時に軍に入隊し、2.5トンの軍用トラックを運転する師団長運転兵を務めた。 経営期を終えた後に入隊したため26歳でデビューした。2013年 AOA もやのミュージックビデオに出演。2014年にドラマ100年の花嫁で俳優デビューを果たした。2014年から2016年まで様々なドラマに仮面を出演した中でも印象を残したドラマは2016年から2017年に放送され、 社会現象を起こしていた、とっけび君がくれた、愛しい日々からだ。2017年、ファンタジーロマンスシリーズ、あなたが眠っている間に、に出演し人気を得た。放送中、韓国のポータルサイトネイバーで、検索数1位になった。2018年、ソニーエ人と共に恋愛ドラマ、よくおごってくれる綺麗なお姉さんで、初の主演を務めた。ドラマの放送後、 アジアで人気が高まった。2018年後半、キム・ゴーンと共に恋愛映画、ユ・夜の音楽アルバムに出演した。2019年、若者映画、スタートアップに出演した。日本では2020年に公開された。同年恋愛ドラマ、ある春の夜に、で主演を務めた。2020年、恋愛ドラマ、半分の半分で主演を務めたが、 視聴率が伸び悩んだ。ありがとうございます。